ポンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はポンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。よろしくお願いします。お願いします。で今回ご紹介させていただく車がこちら2014年式 AMG C63 エディション50のこちらのご紹介になります。はい、で今回あえての仙台モデル。そうなんですよ、はい、あえての、まあ、今ご紹介いただいたように、はい、50が特別な車なんで、はいはい、年車って言っちゃっていいですかね。もちろん。ちょっと年始的にちょっと微妙な感じかなっていうのと、はい、年車のこう、なんですか、定義が人それぞれちょっと違うんで、そうですね、まあ、微妙なところではあると思うんですけど、僕はもう年車にこれからなっていく、うん、間違いなく、僕の、間違いない、はい、僕の個人感情ですけど、間違いなくなるかあろうと思っております。はい、はいうん、ちょっとじゃあ外観から、はい、はい、ボディカラーはこれ結構定番の、そうです、はい、ソリッドのホワイトです。メタリック入ってない、本当に。入ってないですね。はい、そうです。あと前回りからいくと、うん、これ C63 の通常のモデルとはあまりこう外観的なものの違いっていうのは、はい、あの造形としてはほぼほぼ一緒です、はい、なるほど、うん、ただ違いがあるのが、はい、まあ、分かるように、はい、ダクトレストが、はい、そうなんかものすごくアグレッシブな、そうですよね、はい、とあとはグリル周り、はい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 、黒くなってます。なるほど。あとドライビングランプのこの周りが黒くなります。だから普通の、はい、この型204って言いますけど、はい、204の C63、はい、C クラスを見た時になんとなく顔つきが違うと思うんですよ、はい、で黒い、グロスラックに塗られてる場所が多いので、はいはいはい、顔つきもちょっと精悍な感じ、はいはい、ちょっとただもんじゃないなっていう感じがもうブンブン似合ってますね、はい。で通常の C クラスよりかは当然ワイドになってて、うん、はい、まあ、63なんで、はい、なんか全長もちょっとだけ長いんですよね。ちょっとだけ長いんですよね。そうです、はい、これはまあエアロバンパーの関係があると思うんですけど、フェンダーの、はい、幅が広くなる、ワイドフェンダーですから、まあ、そういった意味でも迫力が増してる、うん、そして今回の車後期、まあ、最終代ですかね。最終、はい、究極系ですね完成系ですね。うるさいです、はいはい、でまあライトも後期ライトも、はい、はい、で横に回っていくと、はい、なんとローダウンと車外のタイヤホイールが、そうですね、はい、ハイパーフォージの20インチですかね。20インチです、はい、まあ、結構パツパツな感じで、あのいい感じだと思います、はい、純正19ですよね。そうです、はい、19のクロススポーク、はい、エディション507は専用のマットブラックペイントの19インチが装着されています、はい、なるほど、はい、これちょっと名車名車言ってるとこうちょっとこう純正ホイールの存在も気になると思います。はい、今回の車はなんと純正ホイールもあるっていうことで、好みに応じて持つこともあるでした。そうですね、はいはい、そして当然ブレーキも国産なんで、そうですね、ブレーキが、はいはい、でローダウンはこちらサスペンション、はいはい、カーベンの車高調光が入ってるので、はい、ありますなんでローダウン結構低めなんです。結構低めですね。純正から見るとおそらく35mm、はい、40mm ぐらい下がってるのかなっていう、はい、まあ、その辺も車高調なんで上げたり下げたりって、そうですね、はい、続いてサイドはこのデカールが、そうこれが、はい、507専用です。なるほど、はい、これちょっと他のモデルでもこんなのなんか違う、なんですか、ゲレンデでこういうというか、そう、ね、ゲレンデなんかでもこれ使ってますよね、はい、はい、エディションモデルなんかだと、あ、エディションだとちょっとこのデザインそうなってますね、はい、うん、であとドアミラーですね、はい、ドアミラーがグロスブラック黒くなる、はい、はい、ところどころブラックアウトもされてるんですか。そうなんですよ、そしてリアも、はい、ハイパー50 21か、はい、はい、でちょっと正直ポイントをお伝えすると、うん、ちょっとだけ傷と修復したとか、はい、そう全体的に、ホイールも確か3本ぐらい、はい、ちょっとリムがちょんちょんちょんって傷があります、はい、で今タッチアップされてて分かりづらいんですけど、はい、ちょっとこの辺とか、なるほど、はい、強くなってるところ、当然これはお直しリペア可能な状態です、はい、ご要望いただければそうです、大丈夫です、できます。あ、はい、ちょっとあと最初に説明するべきだったんですけど、今回こちらの車37,000km ということで、そうです、はい、ちょっとモンドグループの抜群にしてはちょっと距離は少しだけ多いかな、はい、ただ逆にそれでも並べるってことは、はい、コンディションは、はい、バッチリ、バッチリ、はい、で後ろに回ってると、後ろもちょっとデカールが入るんですね、はい、そうですね、リアバンパー横まで入っております。であと、
さっきの説明から続くと、これももしかして、そうです。純正で黒くなってます。純正で黒くなってます。なるほど。はい。で、下はこのディフューザーですね。はい。前後カーボンを後付けで入れてます。あ、そうなんですね。はい。フロントバンパーの下のカーボンの部分も、うん、本来は黒なんです。あ、なるほど。はい。そして、63ですから、やっぱり AMG の、はい、4本出しの。そうですね。迫力も、はい、やっぱり、後ろからパッと見てたら、もう力強いですね。はい。わ、はい、かる、そんなイメージになってます。はい。外観はこんな感じでしょうか。そうですね。はい。はい、じゃエディション507の特徴としては、そのブラックアウトされている部分、はい、今回変えちゃってますけど、与えている。はい。そうですね。最低感ですね。特徴な。はい。あとは204では、はい、まあ、当然最終モデルなので珍しいんですけど、はい、そのレーダーセーフティーがついている。あ、そうなんですね。そうなんです。204の後期になっても、最初は24年なので、ついてないんですよ。はい。メルセデスが積極的に付け出したのは、25年あたりなの。そうなんです、ね、そうなんです。だから C63 でも、後期の C63 でもついてるものついてないものが存在しています。これはもう最終形、エンジンの中身ですよ。 C クラスの完成形と言っても過言ではない。過言ではないです、はいはい、そうなんです、ね、そうなんです。だからいろんな意味で、はい、エンジンも、はい、507は専用エンジンなので、はいはいはい、通常の C63 と違うじゃないですか、はいはい、そういった意味でも、はい、名車になると思われます。はい、特別な車っていう、はい、そんな感じですね。そうですね。はい。では続いて内装を早速。はい。今回は左側。今回左側。久しぶりに左です。天然っぽい。中は至ってシンプルな感じですかね。そうですね。はい、とてもシンプルです。特別なんかこう限定車感も、はい、あんまりいない感じ。そうですね。だからシフトとかハンドルすごいですね。うん、はい、ハンドル、スペアリングと、はい、シフトレバー、はい、あとはシフトレバーのところのブーツですね、はい、がバックスキンにアルカンタラかな、はい、アルカンタラですよ、はい、これはあの専用品です。あ、なるほど、はい、結構レーシーな。そうですね、はい、シフトノブの上の、はい、AMG の、はいはいはい、アフォルタバッファーマーク入りで、アフォルタバッファーマークって言うんですか。アフォルタバッファーの入ってるんですよ、これ僕、そこからです、まずそこからです。そう、それ AMG のマークじゃなくて、まあまあ、アフォルタバッファーマークですか。まあ、AMG のマークです、単純に正式名称があるんですか。うん、一応ありますね、AMG のアフォルタバッファーってよく言いますよね。本当ですか。あ、知らないです。アフォルタ、あの、何ですか。もともとはグローザスバッファーじゃないですか。アウフレヒトとメルヒャーさんがグローザスバッファーで創業した会社、はいはいはい、A さんと M さんが G っていう街で作ったから AMG です。そうです。あ、そうなんですか。はい、それからアファルタ・バッファーの方に、はい、なったっていう経緯をたどってますね。じゃあ、まあ、ステアリングとかシフトとかその辺がちょっと、そうです、特殊な感じ。はい、専用品です。で、まあ、おさらいな感じになっちゃいますけど、ドアとかは、まあ、グロスブラックのパネルと、はい、レザーの真ん中ですかね。そうですね、はい、はい、ただインテリアもこの当時、はい、結構一番人気だったグロスブラック、よくピアノブラックって言ってましたけど、はい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 、ベントレーなんかでもありましたね。スポーツカーなんかで結構多用された色味です、はい、ちょっと乗ってみてもいいでしょうか。どうぞ。まあ、先代モデルなんでそんなに多分、はいはい、改めてという感じです。そうですね、もうなんというか100点です。はい、もうなんかメルセデスとか BMW の C セグメント、 E セグメント、はい、そのあたりってもうなんかもう完璧じゃないですか。そうですね、なんかもう扱いやすいし、もうなんかポジションとかペダルの位置とかなんかニュートラルだし、結局モデルが新しいのが出るために、はい、ベンチマークにされる理由ってちゃんとありますよね。ですよね。はい、もう視認性ももう100点です。そして今回ちょっと後付けとしてレーダーも付いされています。はい、あとちょっと、はい、地味ですけど、あ、一応ここにエンブレムが入るんですね。はい、入ります。なるほど。エディション507が付いてます。はい、で今回シフトも、うん、パドルか、パドルもちょっとなんか、はい、カスタマイズが、はい、ちょっと色付けされてます。なるほど。そしてメーターはこれ63と一緒なんですか。うん、一緒です、基本一緒ですね。はい、でもちょっとこう 6.3V8、うん、はい、でこの赤いちょっとアクセントが入った、うん、そんなメーターになってると、はい、でちょっとまた戻っちゃいますけど、ステアリングはこのアルカンタラ、はい、全面アルカンなんですね。全面アルカンですね。結構握るところだけアルカンとか、はい、コンビになってますよね。はい、でここのここだけレザースカラーは割れてます。センターマーキングが、そうです、はい、入ってるんですね。はい、なるほど。いや、すごくレーシーです。うん、アルカンのハンドルいいですよね。いいですね、レーシーで。でよく言われるように、はい、あのこう
へたっちゃう。はいはいはい、はい、テカテカになっちゃうんですね。そう、はい、これあの薄れます、はい、状態すごいいいので。そうですね、まだケバケバ全然してます。はい、はい、なるほど、うん、これ全然なんか距離を感じさせないですね。いや全く感じないですよね、はい、全然使用感というか、はいはい、くたびれた感がないっていう、うん、はい、でもこの辺のスイッチ類とかはもう定番です。定番です。はい、キーレス GO がこの面式なの、後期なのでついてます。ついてる、はい、はい、で電池がなくなっちゃったらこれ取るんですよね。そうです。ペコッと、はいはい、ダイレクトにキューを差し込むこともできますと、はい、でこの辺もモードの切り替えと、はいはい、あとエアコン周りと、はい、そうですね、あとはナビですかね。ちょっとやっぱり、ね、はい、うん、ナビは、はい、もうあまりコメントしない方がいいですか。そうですね、はい、そんなことないですよ。そんなことないです。まあ普通にモニターちっちゃいですけど内容はそんな変わってないんで、あー、なるほど、良くも悪くも、はいはいはい、うん、今のがちょっとこうすごく進化しすぎてるというか、うん、そうですね、はい、ナビ自体の進化というよりもメディアとしての進化じゃないですか。 あれってやっぱりカープレイだったりとか、いろんな意味でなんか改めて見たんですけど、そんなに、あ、別に、はい、なんか古臭いとは思わないです。ただ、はい、大きさがちっちゃく見えるだけで。そうですね、はい、もうそれは致し方ないですね。確かに、はい、あ、まあ必要にして十分な感じで、あ、もう全然十分ですよ、はい、今のみたいにもう画面大きくって何でもできてっていう感じではないですけど、うん、はい、うん、まあ十分な感じじゃないでしょうか。そうですね、うん、はい、あれ、こんなんでしたっけ204って、はい、なんか もっとなんかナビが古いイメージだったんですけど。あ、そうですか、はい、改めて見たら意外に、はいはい、こんなイメージです。多分全飛行機で違いますからね。ああ、なるほど、はい、それもあるんですかね。そうですね、よいしょ。そしてこの辺は、はい、ドリンクホルダーですね。もうこの辺はおさらいでいいですかね、ババッと、はい、はい、もちろん禁煙車なんで。もちろん禁煙車です、はい、未使用でございます。はい、でアームレストこれで、あ、はい、あれ、どこから、横です。横のボタン、どっちでも開けます。パ、はい、カッと、うん、で USB とここなんかオプションのケーブル買ってあれですよね。そうです、なんかつながるんですよね。はい、はい、何でしたっけ、 iPod とか。はいはいはい、はい、でもドッグコレクターになっちゃったりするんで。そうですね、ちょっと古いですけど。ちょっとこの辺は、はい、はい、うん、あ、全部この辺も捨てちゃいてます。捨てちゃいてますね。はい、なるほど、うん、質感は悪くないです。そうですね、はい、うん、で今回の車はサンルーフもついてると。はい、はい、標準です。あ、標準なんですか。 C63 は、はい、基本標準ですね、国内モデルは。あ、そうなんですか。そうです。なるほど。で、はい、後期モデルになった24年の時に、はい、C63 リミテッドっていう特殊な車があって、はい、それはサンルーフレスだったんですね。サンルーフレスっていうのが限定っていうちょっと変わった、はい、お車も存在しております。なるほど、はい、内装はこんな感じでいいでしょうか。いいですね、はい、はい、シートいいな。なんかシートも全然やれてないですね。やれてないです。はい、強烈なほどの、はい、フルバケットに匹敵するほどの、はい、すごいこう立ち上がりが、はい、ね、ホールド感がすごいです、うん、特にこのサイドサポートのホールド感が、ね、はい、うん、ちょっとこの端っこだけ本当にわずかに少しだけ、はい、使用感というか、はい、ただはもう全然距離にしては、いやいや、もう全然下りが全然少ないです。そう、乗り降りで擦れちゃうので、はいはい、でもそれは、まあ、これはしょうがないですよね。それは近日中にリペアする予定です、はい、うちが。そうなんですね、はい、なるほど。まあ元々この何ていうんですか、ちょっと張りのある、そうなんです、はい、ちょっと分厚いレザーじゃないですか、うん、その辺の耐久性 も細かいですから。あれ、こっちでしたっけ。そうです、ここにあるんですよ。あ、なるほど、はい、これで細かくできますよ。だから、ね、結構シートとしては相当優秀です。なるほど、はい、いや、いいですよ、このゴールド感、うん、はい、いい感じです、はいはい、ちょっと後ろも、はいはい、乗ってみたいと思います。そう、そして下見の時にちょっと改めてなんかこう言ってて、こう実際操作したらああと思ったんですけど、やっぱりドアが全然違うよ、はい、そうっすね。すごいね、そんな買わないでしょと思って実際閉めたら、改めて閉めるとやっぱり重厚感がなんか204の方がすごい気がしますね。はい、バスンって。ハンドはなんないですもんね。なるほど、なるほど。ちょっと後ろも乗ってみたいと思います。はい、後ろも真ん中がこうドアがレザーで、はい、グロスブラックと言うべきかピアノブラックと言うべきか、はい、ついてて、そしてちょっと、はい、ちょっと座高マックス僕にふさわしくないちょっとシートポジションにしちゃいましたけど、はい、それでも全然全然というか、まあ十分な、はい、そうですね。そしてえぐってありますからね。えぐってあります。はい、あ、こ
これえレザー貼ってありますよ、これな、えこれはプラスチックか、これあこれプラスチックですね、そうです、なるほど、はい、でちょっと天井は、はい、ちょっとザコマックス僕だときついです、うん、はい本当だね、はい本当だ、はい、ただ後ろのシートも全然やれてないです、うん、そうですね、はい、ちょっと割としっかりとしたクッションですけど、はいはい、意外とねこれリアシート使われてないんですよこの車、あーなるほど、なんで、はい、これがリアセンター、はい、あれこんなにいっぱい収納ありましたっけ、シグラスってこれなんか懐かしくないですか、へえ、はい、こんな感じなんですよ、後ろのこういうのいろいろ初めて触ったかもしれないです、あ本当ですか、はい、はい、前はいろいろこう、はい、オーディオの作業をしたりとかあそうですよね、はい、うん、この辺もなんかすごく使い勝手よくて、はい、すごくいいですよ、うん、いやいい感じですよ、はい、はい、うん、なるほど、で後ろにも一応マップランプが、はい、ついてて、はい、はい、あれこの年式から全部 LED なんでしたっけ、もう多分これ変えてるんだったと思います、変えてます、確か、あ変えてますね、うん、はい、なるほど、そうですね変えてます、はい、いやいい感じです、うん、で本当にシンプル、あ、はい、一応灰皿とか、灰皿とシガーソケットがついております、ついてますね、はい、もちろん禁煙車です、はい、こんな感じでしょうか後ろも、はいはい、そうですね、いやちょうどいい感じです、僕ちっちゃい車好きなんで、はい、はい、僕も好きなんでちょうどいい感じです、はい、よいしょ、じゃああとトランクもちょっと、はい、はい、ちょっと開けてみます、これはボタンではさすがに、はい、はい、これは当時は完全にマニュアルですね、なるほど、はい、あれ C クラスなんか改めて見て結構こう驚きがあるんですけど、こんなに広いんでしたっけトラック、この当時広かったんですよ204って、広いですよね、すごい広いんですよ、あれこんなに広かったんでしたっけ、はい、ああそっか、でも、うん、なんかさボディのサイズからするとかなり広い感じ、そうですね、はい、なるほど、あで下には、はい、あスペアなんですね、スペアタイヤです、今結構もうパンク修理キットなんで、そうですね、はい、はい、これはスペアタイヤです、なるほど、はい、はい、はい、で当然ここから出せるんですね、はい、トランクスリングです、なるほど、204も結構使い勝手いいし、はい、いいっすね、204ってでも出た当時、はい、すごく203から比較されて、はいはいはい、剛性とか広さとか、はい、いろいろ言われたんですけど、はい、結果的にすごいいいところでした、なんか改めて中広いし、はい、いいですね、正直言うと、普通の C クラスよりも AMG の C クラスの方が、はい、リアの足元狭いんですよ、あそうなんですか、シートの厚みがあるんですね、サイドサポートが落ちてるんだけど、だからそれでもこれだけの余裕があるので、いいっすね、いや本当いいと思いますね、だからあえてうちにしてはちょっと古めの車ですけど、これはもう在庫として置く、在庫して置くからにはもう在庫した理由が分かりました、はい、いや名車だし、そうなんですよ、はい、そしてやっぱりこうお買い得感もあるじゃないですか、そうなんですよ、はい、当時だとこれ1200ぐらいですね、ですよ、はい、でそれは半額以下で、また後でちょっとこう真剣しながらとかでもいいんですけど、はい、エンジンが、はい、排気量 V86200cc、はい、NA じゃないですか、はい、もう最後の最後なんですね NG の NA、はい、そういった意味でも大印象、その辺の話はこうボンネットでちょっと詳しく、そうですね、はい、見てみたいと思います、はい、はいはい、通常のモデルよりなんと50馬力アップ、うん、そうですですよね、はい、はい、で生ああそっか、はい、ボンネットも上までそうこれは上まで開くタイプですね、はい、あえこれストッパーの解除しなくて90度そうです、あそうなんそうなんです、なんか最近昔持ってこうラップとここでそうそうパチンってやると90度そうです、で開けるのはなんかその制御性となんかエンジンの昔の上から出し入れしたからなんか、で今ってこうホースメントっていうか下の補強にくっつけてそのままガチャってつけちゃう、ああそういう積み方なんですか、あああんまりそれをしないと、はい、サブグレードがね、はいはい、あそう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 一緒に乗せちゃうけど、はい、でこれまたエンジンすごいんですよね、エンジンすごい、で今なんか50馬力アップっていうとやっぱりみんなターボになってるから、はい、こ
ちょっとプログラムの変更とか延長とかマップいじって、そんなにすごいとてつもない数字ではないですけど、まさか NA でも50バリキャップですよ、はい、とんでもないね。なんか単造のピストンとか今度と軽量クラブ、軽量クラブエンジンの中まで全部手を入れて、そう50バリキャップしてる。あとはそのそれを作るにあたって、はい、結局、その前に開発されていた SLS 用のパーツを組み込んでるっていうのが最大の、その辺のなんかノウハウとか、そうなんです、技術が入ってます、技術が。だから何回も言いますけど、はい、究極系の NA エンジンの中では、はい、これ一番最後、一番完成された、一番パワーのある、一番面白い。ブラックシリーズ、そう、ブラックシリーズあります。それも結構手前です。そうです。そしてブラックシリーズだともう3ターン過ぎちゃうんですよね。そうです、そうですよね、はい、2人乗りになっちゃうし、そうです、オーバーフェンがついちゃう、はい、ウィングがついちゃう、はい、あ、そうなの、ちょっと手前の、そうですね、言ってみれば、究極がブラックシリーズだとしたら、それをストリートバージョンにしたような感覚なんですかね。はい、向こうはフルバケットだけど、こっちは、はい、あ、そうですよね、そうです、リクライニングバケットなんで、はいはい、通常の言い方悪いですけど、はい、ファミリーカー前としてるので言い方悪いですけど、はい、そんな趣もありつつ、はい、スーパースポーツです。羊の皮を買ったお金、そうです、はい、確かにそうですよね。でこれ6200なんですよね。そうです、6200、よく6363というから 6300cc と思いきや、はい、6200cc、はい、そしてこれが最後 NS、 最後、この後から、はい、まあ、ダウンサイジングされたカーボン、そうですね、はい、でも NA 最終形大廃棄用、それだけでも結構価値ありますね。いや、このパンスも写真本当ですね。いや、いいですよ、うん、はい、いや、なんか特別感ありますよ。ありますね、もうね、エンジンかけた瞬間から違いますから、あ、ゴーマルの方が、はいはい、やっぱり違います、予兆の、違います、違います、さんと全然違いますよ。そうなんですか、はい、ちょっとじゃあそんな気になるんですけども、はい、店頭前と一緒にじゃあ、うん、はい、聞いてみたいと思います。はい、お願いします。あ、これがスモールですか。スモールがちょっとこの内側が C に置きたくですね、はい、で、ロービーム、はい、プロジェクターが光る、で、ハイテンはそれがそのままで変わる感じです。で、ウィンカーはそれで下とミラーは光る感じです。あ、で、このバンパーのここは AI と一緒、はい、こんな効果でございます。後ろスモールは2段で光る感じですね。で、ブレーキがこの下とハイマウントが光る感じです。そしてウィンカーいけますか。ウィンカーはこの LED が、これも C に光ってたんですね、はい、そしてバックランプがちょうどこの真ん中が光る感じです。バックフグってありますか。あ、バックフグは助手席側のこの上だけですかね、はい、はい、助手席側のこの上が光る感じですね。ありがとうございます。ちょっと改めてちょっと背景も聞いてみたいと思います。お願いします。排気量ならではのドロドロした感じでしょ、はい、ないっすない、こんなに違うんすか。びっくりしたのちょっと、だからこうさっきも言ったように、はい、このオーナーさんは、はい、普通の63に乗って、はい、これ乗ったじゃん、はい、まさか C63 から C63 に乗り換えて、でも気持ちわかりますから、ちょっとそう別にそうその507に乗り換える、はい、NA から NA だけど50に乗り換えるっていうパーツさんが僕なんて3人いたんですよ。本当っすか。いや、でもこの違いはちょっとただものじゃないです。全然違う。ちょっとした違いとかじゃないですか、うん、別の車ですか。別の車です。
ちょっとビジュアル的にね、はい、同じ車だから、はい、横のデカールってしか乗ってこないかなと思ったんですけど、だから乗ってる人にしてみれば、好きな人にしてみればたまらないです、違いが分かる。すごい。だ同じ車っていうか、はい、最終型に乗りたい。ただそれって最終の車だからっていう意味じゃなく、やっぱり乗っておきたいっていう人が大勢いたんですよ。 MA スタイルで究極の車だった。そういった意味も名車です。皆さんバッファしてます。いや、これはもうちょっと最初年式的にちょっと名車っていうのちょっと早いかなと思ったんですけど、これは名車です、すでにね、はい、間違いないです、ね、そしてもう買うんだったらもう今ですよね。今だと思います。やっぱりこれより経っちゃうとやっぱり答えも少なくなっちゃうし、そう、あと荒れていっちゃいますよね、はいはい、コンディションがやっぱりそういいのが少なくなっちゃう。少ないですね、もうすでに少ないので。いや、これいいっすよね、はい。ちょっとじゃあ面白いけど今回せっかくなんで、はい、55キロワットの、そうですね、この走りをちょっと味わいましょう。はい、はい、ちょっとじゃあこれから試乗に行っていきたいと思います。はい、レーダーセーフティー、ここっすか。そうですね、ついてるんですね。はい、おお、ブラインドスポットもちゃんとついてるんですね。ついてます、全然。なんか204号庫は取り替わりますね。はい、なんかあれなんですよね、507馬力、50馬力アップになってますけど、はい、なんかそのピークトルク の、 その回転数とか、うん、馬力の回転数とかは、うん、そんな変わってないですよね。そんな変わってないです、はい、ピークパワーも同じ回転数だったはずです、はい、だ結構 NA の馬力出すんで、こう簡単というわけじゃないですけど、うん、定番としてはこうもっと回るようにして、そうですね、すけど、うん、この場合はちょっとそのカーブはあんまり変えずに、はい、はい、そこからこう持ち上げてるような、うん、はい、そんなパワーの出方なんですよね。そうですね、はい、エンジンの内部をしっかり作り直してるっていう感覚ですよね。ああ、なるほど。カムの、はい、左右角変えてとか、はい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 、プロフィール変えて、そう、プロフィール変えてとか、はい、そういうことで高回転でごまかしてるっていうことではないですね。なるほど、はい、僕前期出たての時に、はい、クローズされた私有地で、はい、調子に乗ってこうトラクション切って乗ったんですけど、はい、まあとんでもないですね。乗れねえなっていう、忙しすぎるみたいな。あ、はい、わあ、これレッドゾーン何回転ですか。7003、今4000回転ぐらいでめちゃめちゃいい音してましたね。乱暴さというかワイルド感はやっぱり前期ですけど、やっぱり、ね、後期はこうやっぱりこう成熟してって、うん、はい、ちょっと恒例の一瞬ダッシュを、はい、ほんの一瞬です、はい、ちょっとここの距離ではちょっと50馬力の差は感じられないかもしれないですけど、はい、来ました。ちょっと踏んでみます、はい、うわうわ、なんていうの、高回転の、はい、高回転を維持できないんで、はい、高回転のエンジン音が、はい、古臭いこと言うと、はい、チューニングカーの メカチューンしたような音なんですよね。え、全然まさにメカチューンされてるんですもんね。そう、されてます、はい、されてます。だからまさにその通りなんですよ。だからコンプリとかあって最近の車って、はい、こうパワーがある装備がいい、はい、外見が普通のスタンダードモデルと違うっていう感じじゃないですか。でもこれはどっちかというと硬派な感じなんで、はい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 、それよりもエンジンの中身、はい、デフだったりミッションだったりいろんなメカニカルなところをコンプリートとしてチューニングされてるっていう、それを感じれます。なんかメルセデス AMG になる前のなんか AMG みたいな、そんな雰囲気ですね。はい、はい、なんかそんなに詳しく知ってるわけじゃないですけど、僕もなんかやってることとなんかこう、うん、はい、演出がそう、はい、僕ぐらいの年代の方で、はい、お車好きな方ならわかると思うんですけど、はい、コスワースのエンジンとか、はいはい、いろんなこうメカニカルチューンされたエンジンとか、はいはい、そういうのを昔コンプリとかだったり、はい、希少なスポーツカーが積んでたりしたんですけど、はい、その雰囲気っていうんですかね、はいはい、味がある、はい、感じです。だって今はそんな単造ピストンにコンロットになんてやんないですからね。そうですよね、はい、もうだいたい給排気となんかコンピューターだけでこうターボだから、そう、出したい馬力にいけちゃうじゃないですか。ある程度いけちゃいますもんね、はい、キャラクターも作れちゃうし。そうです。名車っすわ、うん、はい、いいな。ほとんど出てこないですか。ほとんど出ないですね。
まあそうっすよね。やっぱりたまに出てきても、はい、さっきツッチも言ってたけど、はい、個体が荒れてて、事故歴があったりとか、そこら中板金しまくってるとか、距離少ないのにものすごい程度悪かったりするんですよ。もうでも手放さないですもんね、これを買う人って。だと思いますね。はい、何かしらの理由がないと、はい、次行けなくなっちゃうと思うんですよね、こんなにいい車ですよ。ですよね。いや、いい車です、本当に。そして意外なこの装備の充実具合にもびっくりしました、改めて。装備の内容としては現代的な車なんで、はい、使い勝手は若干悪いかもしれないけど、ね、はい、別に使えない車ではないです。ちょっとナビというか、このオーディオ周りがちょっと、うん、ですかね、そう、うん、ぐらいでしょう。ただまあ今携帯が、あ、でも全然、はい、ありますから、はい、スマホをメインに使ってしまえば関係ないことなんで。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、肘川さん毎回聞いてるんですけど、はい、このままスタートすれば、うん、はい、マジもうなんか名車とかって言ってるんで、そうですね、あまりこう細かくいじってガラガラしちゃうよりは、はい、この状態がオリジナルホイールに戻すのもありますし、今スタッドレスがついてるんです。そう、今スタッドレスがついてるんです、オリジナルが。なんでまあそれでガスタイヤに変えて、はい、ホイールに戻してもいいですし。そうですね。あと、もう一点だけこう表示ポイントいくと、あ、ここですね、はい、ここだけじゃちょっと飛び石が、はい、はい、目立ってます。ちょっとボンネットのこの角のところにちょっと飛び石の跡も、そう、ただプロテクションがこれ、そうなんですよ、ですよね、ここまで、はい、貼ってあります。はい、全部貼ってあるんで、アウトドアミラーと、はい、でプロテクション貼り替えかな。これ多分ボンネット傷にはなってないですか。なってないと思います。ちょっとプロテクションがこう傷ついてちょっと汚れが取れなくなって、そうですね、はい、もしそこ気になるんだれば、まあ、剥がして、はい、磨いてもう一回入り直して、そうですね、はい、はい、まあ、そんなリフレッシュもおすすめな感じでしょうか。はい、そうですね、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京より2014年式 C63 エディション507、こちらをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。